こんにちは。サラリーマン YouTuber のコーナーでございます。まあ、1年後に500万の年収が欲しいと思ったら、じゃあ365日あるうちの1日にいくらを叩き出していかなくちゃならないのかなってことなんですよ。例えば今日1万円売り上げたとしますよね。その売り上げをずっと1万円ずつ続けたとしても365万にしかならないんですよ。500万いかないですよね。ということはですね、初めて最初の1ヶ月でどのぐらい先行してなければならないかな。もちろん怪我や不測の事態で動けないってこともありますし、もしかしたらキャンセルが入ったりとかね、返金っていうこともあるかもしれません。そうなると500円きっちり売り上げてればいいってものではなくて、だいたい 10% から 15% くらいは余裕を持たせておいてですね、まあ、ですので売上的には550万とか580万とかっていうところまでいかないと、なかなかね500万の売上っていうところにはなんないかなと。ギリギリ達成すればいいってものでもないですからね。で、結果的に今やってきたことをずっとねフォーキャストしてみて、これがあと11ヶ月繰り返されたらいくらぐらいの売り上げになるかなって思った時に、さあいくらでしょうかってことなんですよ。まあ、そんなに遠くのこと考えなくても、2月の末っていうのは一体2月にこれだけ売り上げましたよっていうふうな、どのぐらいの目算がついてるかってことなんですよね。もうすでにですね、2月の7日になってしまいました。あと2月も20日しかないわけですよ。3週間です。じゃあ最初の1週間でいくら稼いだんですかと。例えばですね、20万円の売り上げを2月に見込んでいたとしたら、1週間で5万円稼がなくてはならないんですよ。じゃあ最初の1週間が過ぎた時に5万円稼げてるかなってことを考えながら、自分ができてないなってことを感じなければなりません。もちろんね、サラリーマンをされていると、もしかしたら家庭の事情とかもあるかもしれません。そうなるとですね、どういうことになるかっていうと、予定してた売り上げがないわけですから、家族に事情を話して1週間ね、今まで通りの暮らしを送ってしまったから、プラスアルファの目標売上いかなかった。だから2週間目は申し訳ないけども、ビジネスに特化させてもらって、1週間目の5万も取り戻すつもりで、プラス10万の売上を持ってこないといけないから、じゃないと家族がね、養えない。今日明日のことではなくて、将来の家族がダメになるから、ちょっと分かってくれってことで、やっぱりね、ビジネスに意識を振り向ける、全エネルギーを集中するような1週間を家族にもらわないといけないですよね。まあ、そのぐらいの腹がくくれてればお金を稼ぐことはまあできなくもないんですけども、ほとんどの方がね、この線ですら腹をくくれてないんですよ。何よりも正直に向かわなければならないお金のことに関して嘘をついてるわけなんですよね。そして稼げないことに対して何とも思ってないわけなんですよ。ちょっとだけ心が痛むかもしれないけど、それはあくまでもね、宣言したことに対する恥ずかしさであって、稼げないことに対する恥ずかしさではないんですよ。やっぱりね、サラリーマンをやってる以上、お金のプロ、稼ぎのプロですよ。でこれはね、取りも直さず、今やってる会社員ってものも将来をね、かなり悲観しなければならない状態かもしれません。まあもともとね、今勤めてる会社で十分な収入が得れなかったり、十分な時間が得れないから副収入をって考えてって思いますけども、副収入が上がっていくと本業の成績も良くなるっていうのがね、いつものパターンなんですよ。ぜひね、本業の方で忙しくって売上が上がってるなら仕方がないけれども、でもね、せっかく副業を始めて、そしてその副業を本業にしようと思って意識高いままね、スタートしたと思いますけども、実際行動がついていってるかな、どうかなと。うん、あまりにも、これは、やばいなと思ったら、今日からでもいいから動かなくてなりますよね。まあ、思い当たる方が結構たくさんいると思いますんで、自分のことだなと思ったら、ぜひね、今日まだ日曜日の14時37分です。まだまだこれからやることがあります。私もこれからね、50万ぐらいの売り上げを作りに行きますんで、ぜひね、一緒にビジネスに真摯に向き合っていきましょう。ということで今回はサラリーマン YouTuber J のコーナーで、ちょっとね、サラリーマン YouTuber を目指す人にもう全般的にお送りした私のね、メッセージでございます。心に響いた方は今日から動いてみてください。では、10年後後悔しない未来のために、いってらっしゃい。